とあの妹には音楽頑張ってほしいね。いや、本当ね、妹頑張ってほしい。デリカシー。歌は歌ったりとかは、あんまりライブとかはないんですけれども。何で歌うあの、舞台上で歌う役とかありますか？ちょっとミュージカルチックなのとか。どんなの歌ったんですか？ちょっとよかったら見せてもらいたい。歌詞出して、なんかオリジナルとかだった。はいはい、ぜひぜひ。それメイドさんの役だったんですよ。いや、全然メイドさん、メイドさんの役で。シャプセン持ってってよ、やめえやろ、ほんとに入ったばっかりの子に尺全部持ってっていいのでそんな無茶ぶりあるいや、ただ役者の一人として見てみたい、はい、本当に見てみたい、いや、これ見てる中にね、あの、はい、俺の後輩っていうか可愛がってる子がいるんだけど、はいはい、高校生の子でね、うん、このクルーズ TV をいつも見てくれてる子がいる、本当にありがとうございます。その子はね、こうやって勉強させてもらってますって言ってきた。あ、じゃあもう将来は芸能活動の方向に進んでいく。もう行きたい。だから高校も芸能家に行って子だから、はいはいはい、この子だって今度一緒に仕事しようねなんて言ってるんだけど、うんうんうん、だってクルーズ TV に出せてもらえるんだったら鹿児島からあの一泊二泊行きますかって言ってるからね。おー、ぜひあの遊びに来てください。よろしくお願いします。そうなんですよ。だからやっぱクミちゃんとか見てやっぱ MC やりたいなっても言ってるし。あ、どうぞありがとうございます。まあそう、応援もしてくれてるみたいとかして、すごい感謝してるんですけど、そういう子たちがやっぱ見てるから、はい、ここでこうどういうのやってるんだよってやっぱ見せてあげるのも大事なのかなと思う。ワンフレーズだけ、ぜひよろしくお願いします。おかえりなさいませご主人様、ここはメイド喫茶癒しの楽園。おお、すごい。すごいね。うん、なんか声がさ、すごい通るね。声が通るね。さすが舞台女優さんだね。すごいわ。すごいわって上から目線で大先輩や。すごいですよ、本当に。なんかこう、お腹からなんか本当に出してるんで、それが自然できてるから、すごい腹式呼吸ができてるの、すごいな。そこ見てたんだね。見るよ。はあ、じゃあ、ちげえぞ変な振りやめ。何を歌ったかって、そんな振りやる。カラオケじゃねえよ、配信は。やめよ。ここはクルーズ TV って言ってくれちゃう。負けるな。すごいじゃん。メイドさんの役とかもするんですね。メイド役どんな役やってみたいんですか、本当に一番。舞台で。さっきは声優さんだった。そう、声優って言ってたのは言ってたけど、舞台。なんだろう、なんか。結構今までが、はい、なんていうんですか、さっきも言ったんですけど、はいはいはい、あんまり主役とかじゃなくて、はい、ちょいちょい出て美味しいと思ってかキーパーソンみたいな役をやらせていただいてた、はい、そこを極めていきたいなと思って、はいはいはい、キーパーソンの役をどうぞ極めて、そうですね、メインよりちょっと、はい、クレジットで言うと真ん中ぐらいにいる感じの、あ、じゃあ結局主役やってみたいですね。じゃあ逆に主役を見てみたい。1回だけあるんですよ、主役。あ、おるんだ。アホ踊りだったんですけど、クレジット一番上に主役だ。すごい。アホ踊りが主役だ。アホ踊り、なんかストーリーテラーって役だったんですけど、ずっとなんかアホ踊りがずっと見てきた歴史をこう語ってて、その歴史の中の出来事をちょっと他の記者さん。なんかコメントあったんですか？コメントあるんですよ。はい、まずね、あのさっき言った手が柔らかいか柔らかくないかのことに対してですけど、すごいじゃん。ガサガサってきます。やめい。やめい。ガサガサいいねって、ありがとうございます。褒めねえのかそれ。褒められてねえぞ。幸せになります。ありがとうございますじゃねえだろ。してますね。どんどんどこ入ってくる。やめなさい。ガサガサいいねって。極道どうですか。極道。何あのヤクザと指詰めたろうかみたいな。なんかすごいさらっと出てきますね。さらっと出てきますね。いや、違う。それ映画で見たことあるから。ああ、なるほどね。違うわ。ありますよ。ありますよ、全部。全部ありますから。翔平さん、久美さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。わんわんわん。ミュージカル出身って言ってます。ミュージカル出身じゃない。ミュージカル出身じゃないんだ。そうですね。一番初めはでも声優でした。今からね、今何時か分かる？今はあの15分です。15分。はい、OK。くみちゃん、1分で考えて。あの、くみちゃんのミュージカルが見たいです。やめえ！やめえ！くみちゃんやって、ちげえよ！くみちゃんやって、ハートって来てるし、くみちゃんミュージカル見たいですって書いてあるし、くみちゃんは絶対極道をやった。あ、くみちゃん極道だったんだ。ちげえわ！お前の翔平って書いてある。翔平？お前だろ！いや、本当に来てんだよ、ほら。
久美ちゃんのミュージカル見たい。いや、久美ちゃんやってやって。やってんじゃない、やって、出れるように頑張ります。出れるように出させていただけるように。いや、ここでステージは作ったよ。違う違う変な汗が出るわ、やめい。あ、ハンカチか、そうか。いいそういうこと、そういうことじゃない。そういうこと。持ち歩いてます。もう、ここ怖えここ怖えこの間とかいきなりさ、漫才させられたりしたじゃん。漫才させられたんですよ。おぉ、すごいよね。そう、いきなり漫才やるかって俺が言い出して。いや、お前の、ハンディはお前や。いや、メインさばきなさってて、はい、そうですね。もう、なんか負けてられないなと思って、戦うね、番組持ってかれちゃいけないなと思って、戦うね、薄倉屋さんに戦いを挑みました。やめい、やめい、惨敗。ゲストに来てくれた人、大貫さんの子供にも剣で惨敗。そうだね。でもさ、今度なんかそういうさ、はい、アニメとかそういう声優さんとかも、はいはい、ね、やりたいとか言ってたら、うん、こんなもんちょっとみんなこうやってけばいいね。あー、ゲームでもそうですね。なんか趣味とかないんですか？ね、趣味は、数読です。数読？なんか数字並べて、なんかナンプレみたいな、1から9の数字をマス目に当てていくっていう。ああ、はい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 、あのなんだっけ、あのクロスワードみたいな、縦と横で1と9が並べたやつですね。クロスワード面白いよね。おーい、クミはもうイライラする。わからんから、ちょっと待って、世間知らずすぎてわからん。結構いいワード送ったなと思ったんだけど、それも私はダメですねって言って切られちゃったら、なんでそんなちょっと極道っぽく言うの。そんなそんなもんない。そんな言い方、そんな言い方したの。しかもなんか今しまったでしょ。やめよ、詰めないよ。あ、でも数字が、数字じゃあ頭を切ればいいのか、セリフとかパパ覚えるタイプ。そうか、セリフ覚えるの遅くはないと思います。でも今まで出た舞台のセリフとかもう一回やってって言ったら、ある程度品種があればもうすぐパンパン覚え出すでしょ。品種があれば、はい、やっぱそういう、そういう人いる。そういう、それって、はい、何、遺伝？遺伝？家計の問題ではないと思う。でも努力の問題だと思う。ああああ、え、それこそ小林君はどうなの、台本とかさ、すぐ覚えれたりする？覚えられないの。の覚えられないから、うん、今日ちょうどあの、いい雑魚に来てくださったゲストの女優さんっていうか声優さんから相談があって、どう、ほんと久しぶりでさ、どうやったら台本とかセリフとか知っておられますか、どう思ってますかって、なんかいろんな人に聞いてたみたいで、連絡来てさ、で、俺も本当に来て、俺はもう書く、台本は書くし、書いたり、あとなんていうんだろうね、あと録音したりするね。違う、タイミングがおかしい。そうそう、だから台本、セリフは読んだり、はい、うん、読むよりも俺は書いたり、うん、自分で言ったセリフをずっと録音で聞いたりとか、はい、あと寝る前とかお風呂入る前に自分にノルマ決めるの。あ、これ覚えれなきゃ寝ちゃいけないとか。じゃない、もうくんちゃんが言ってるのは正しいんだけど、はい、あ、違くないじゃん。いや、ちょっと違う、何がいきなり出したのよ。違う、ちょっと見合わせちゃうの。だからいきなり何でもないのに、はい、お風呂って一人で入る人、そうですでしょ。俺も服脱いで入るんだけど、服を1枚ずつ脱ぎながら、あの、覚え、何もらってんの、待って違うよ、僕、普通のこと言ってます。いや、違う、普通のこと言ってんねや。みんな服脱いで入るわ。誰よ、逆に連れてこい、ここに服脱ぎながら入る人。この間俺はやっちゃったの。やめい。この間さ、疲れてて、服調べ、はい、疲れた、あーもう疲れて、寒かったなと思って、でも寒いから脱ぎたくないなと思って、あ、お風呂浴びれば絶対あったかいじゃんと思って、そのまんまお湯ためてお風呂入っちゃったの。もう一緒に帰ってきて、そう、ほんとにね、ほんとにね、ほんとにね、出るときね、体重かったよ。そう、そりゃそうなるわ。そりゃそうなるわ。そうそうそう、はいはい、で、はい、そのついに聞いたりしたらどうやけどね。で、実際にくみちゃんのコメント来ててですね、はい、くみさんが死者を蘇らせることはできますかって来てるんだけど、できますよ。あいつずっと考えたね。さっき笑ってるからずっと考えて、何が正解なのか分からん、こんなの。あ、なるほどなるほど。おーって来た。すぐ返事が来た。ちょ、クミちゃん、ここは会話をした方がいい。おーって来てるよ。え、いつぐらいからそういう能力に目覚めたの？バレンタインぐらいからですね。髪の毛入れたりとか。いや、彼女です。彼女のトラウマだから。彼女のトラウマ。もうすぐ何周年記念みたいな感じ。どういうこと？技を習得してから何週間？ああ、そういうことです。くんちゃんいくつ？私は N20 歳ですよ。一回死んだの？死んで蘇ったの？違いますよ。ずっとずっと20歳ですよ。ずっと20歳なの？はい。で、そのじゃあ死者蘇らせたりなんかすると、そういうなんか年を取らないっていうなんか人物なんか。ちょっと喧嘩しますか？
いやでも俺が書いたわけじゃないもん、死者を蘇らせることできますかって言ってるから、人の内容がようわからん。すごいね、俺この人とちょっと酒飲みたい。組仲良くなれそう。絶対楽しいじゃん。すごい、絶対面白いじゃん。この話の中に、あ、じゃあ組ちゃん、僕は死者を蘇らせるミュージカルやればいいじゃん。待って、そういうことで。ちげえよ、死者を蘇らせるミュージカル。じゃあ俺はちげえよ。はい、ということでですね、皆さんぜひね、死者を蘇らせるもののミュージカルですね、ぜひね、今度で出演できるように頑張りますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで、まもなくお時間になります。行かせねえよ、行かせないよ、行かせないよ、何し、綺麗な時間だからよかったみたいな、終わらせないよ。何言ってんの、何言ってんの、怖い怖い怖い、すごいじゃん。いやでもね、本当に残念なことに、まもなくお時間なんですよ。本当にやりたかったんだけど、みゆちゃん、俺の告知コーナー削っていい、削るな、削るな、スポンサー確認とかの大問題があるの。確かに、ね、はい、ということで、最後のコーナーに行きたいと思います。告知コーナー、皆さんのお知らせが多分あると思いますので、一人ずつ聞いていきたいと思います。まず、竹井美和さん。あ、はい、3月の8日、8日から11日に、トライアングルシアターボリューム2というコメディーの舞台に出させていただきます。中板橋のところで、はい、中板橋って場所ありますね、あそこの新鮮館スタジオというところで、はいはいはい、4日間8公演やりますので、よろしければぜひ見ていただければ、見に行かせていただきます。あ、ありがとうございます。はい、はい、コメディです。はい。なんか何で調べれば、まあ、いいです。ツイッターで、はい、武士の部、井戸の井、美しい女王の女王で竹井美穂で調べていただけますと、メールを送った私のアイコンが出てきますので、はい、そちらで見ていただけるとありがたいなと思います。はい、そちらで舞台の情報とかも載せますのでチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで私がですね、クミキチでツイッター検索してみてください。そして、妹のデリカシー23日新大久保クラブボイスにて、ライブを行います。それとですね、なんと名古屋の方見てくれてるかな、名古屋にですね、3月8日行きます。お、デリカシー向かいます。ぜひ皆さん遊びに来てください。ライブ情報告知などですね、デリカシーツイッターと、あと私とあともう一人の相方の妹の姉がリツイートしますので、ぜひね、皆さん見てみてください。それと3月11日ですね、新宿レッドノーズにて出演します。ぜひ皆さんのライブ見に行ってあげてください。よろしくお願いします。2月23、3月4日、3月11日皆さん注目して見てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、味噌カツのお土産が欲しいんです。ね、待って、味噌カツどうの。うん、分かった、味噌カツ食べたい、言っとくね、うん、それをデリカシー言っといて、妹たちに言っといて、妹に言っとく、言っといて、分かった、頼む、はい。名古屋の皆さん、本当にお話は聞いてますけど、本当にね、うちの事務所の衣装組たちのね、あゆみちゃんの妹のデリカシーをいつもありがとうございます。ありがとうございます。いつも帰ってくるとね、なんか楽しかった、いつも応援してもらったっていうね、声が聞きますよね。すごい、だから食いも行きたいのよ、いつか。いつか、いつか、ああ、いつか、いつか行きたい。いつかに行こうと。いつかには行かん。なので、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、私ですね、はい、告知をさせていただきますけれども、はいはいはい、まず本当にありがたいことでですね、はい、霧島市観光協会公認観光大使、平成の霧島龍馬となりましてですね、その初仕事が3月17日、18日、龍馬ハネムーンウォーク第22回の方で、はい、出演させていただきますけれども、本当に、もうね、大勢の方、何人もね、はい、2、3千人ぐらいかな、はいはいはい、応募の方があったということでお話しいただいてますので、3千はいけないのかな、でも1000人ぐらいはいけると思うんで、ね、そうすごいですね、そうね、話もったらね、3千と1000違うもん、ね、3倍違いますね。だけど本当に去年はね、それ3人以上、はい、約4千人ぐらい来てくれたのよ、はいはいはい、そこで写真だったりとかも撮ったりとか、平成の霧島龍馬の僕とお話をしたりとかもできますので、よろしくお願いします。あとまた映画の撮影が霧島市の方で始まりますので、応援の方もよろしくお願いします。はい、じゃあ告知終わりましたので、じゃあ読みたいと思います。はい、ヤッキー、もう告知は最後にする。もうそれよりも興味がある、はい、死者を蘇らせるミュージカルが見たい、ミオちゃんとクミちゃんとやわらかい手をつないでデートしたい、クミちゃんとミオちゃんとやわらかい手をつないでデートをしたい、ミオちゃんとお風呂で水鉄砲をしたい、ミオちゃんとお風呂で水鉄砲をしたい。やっとこのね、クルーズ七不思議ってのがあって、そうなんです、水鉄砲を撃ってく、はい、打ち合いたいってことでしょ。そうなんです。え、前私だったのにどこ行っちゃった、私の自信あるんですけどね、どこ行っちゃった。いや結構これはまああんまり個人的なことは言いたくないですけど、この二人とあまり水鉄砲打ち合わない方がいいと思いますよ。はい、大丈夫です。大丈夫です。いや、自分の方が告知がありまして、はい、またはい、スポンサーの方のお話になるんですけども、国分酒造様の方からスポンサーというか応援までね、
いただいております。また霧島市の提灯通り会の皆様からもですね、今ね、これもともとね、キャメルロードっていう場でバイトをしたんですよ。うん、そのキャメルロードっていうところでバイトをしてて、でね、コードトーンっていう、ね、唯一バーなんだけど、はい、ドラムとかピアノとかギターも置いたんですけど、すごい、バイトとかもできるバーが霧島市の方に、国部提灯通り会の方でありまして、はいはい、でね、シンシンっていうね、焼き屋さんもあるんで、めっちゃ欲しい。ちょっとそこら辺でミュージカルできるように調整して。そこでイメージが多分できるんじゃないかな。壁にね、壁、コードトーンには俺のね、サインが壁にバーッと入る。おー、すごい。そこのね、マスターにお世話になってて、おーおー、はい、本当にこの間も挨拶行ったんだけど、今度また霧島市で映画を撮りますので、はい、そういうメンバーの方々だったりとか、お店だったりとかも思う存分出ると思うので、はいはいはい、よろしくお願いします。またですね、美容液の方ですね、イトジェタ応援、いつもありがとうございます。本当ね、美容液使ってからね、めっちゃいいの、肌が全然違うんですよ。本当に。あれね、いいね、あれ。あれはやばい。あれいい。なんかね、浸透感のイドロジェーターっていう 99% オーガニックのね、うん、美容液があるんですけど、すごい、うん、肌引っ張ると皮膚でも、もっちもちになる。そうそうそう、皮膚じゃない、そう、もちもちって言いたかった引っ張るの皮膚で買ってみてよはいはいはい、大事なとこで間違いないそう、はいはいはい、美容液をね、使ってたからこそ分かるけど、また違う浸透感だったりとか、やっぱり水素をね、やっぱり題材的に置いてる美容液なので、はいはいはい、僕はすごくおすすめなんですけれども、うん、AT プロのホームページの方から買えますので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。また福永翔平のファンクラブの方もどん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 ね募集してますので、よろしくお願いします、はい、詳しくは福永翔平のアメブロ、平成の霧島龍馬の歩道というアメブロと、はい、福永翔平でツイッターを検索してください。よろしくお願いします。はい、この告知でございます。ありがとうございます。ということでね、本日初出演、ありがとうございます。なんか最後に言い残したことありますか？別にね、言い残したこと、それこそファンの方、ファンの方とか見てくれてる人にコメント、はい、あ、鉄砲打ち合いたいって言ってる人とか、鉄砲打ち合った死ぬわ水鉄砲な、水鉄砲な、水出したいけど殺し合いしないでよ水鉄砲、初めて出てさ、ちょっとコメントが違うのね、すごい大事、違うんだよ、それに全然打ち合いますよ、私負けませんから、多分、いや、乗らなくていいんだよ、多分違うのよ、あんね、何組から移動したどういうこと？あのね、ちゃん、はい、それはね、うん、気づいた、うん、もう気づいたよ、はいはいはい、なぜ組ちゃんのから、組ちゃんから離れて今日はこっちに見せてもらったか、はいはいはい、なんですか？だってそれは死者よみがえらされたら勝てないってだって死者よみがえらされるんだよ勝てないって、撃っても死なないんだから、そりゃそうだでしょ、死者よみがえらされたら勝てないって、そうだ、考えて、考えてみて、それこそ水鉄砲の打ち合いとかしないと、俺、はい、いや、いつもやってるよ、すごいじゃんマジ見せっぱやってるよ、おおおおおピシピシッ、何やってんのちょっともうクミちゃんだって見せっぱ打ち合ってさ、いきなりさ、オダノブナガとかさ、死者に見返らされたら勝てないじゃん、鉄砲を日本に取り出したからでしょ、確かに大変なんだもんね、発想がすごいな坂本龍馬はちょっとぜひ呼び出してください、挨拶したいの、あ、そうだねはい、ということでね、はい、間もなくお時間になるんですけれども、次回の放送が2月15日木曜日になります。翔平くんもいるよね、いる、またゲストの方がちょっとすごい、もう今までいないぐらい素晴らしいゲストさんが来ていただきますので、もう緊張してる我々を応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、また2月15日にお会いしましょう。またまた、バイバイ、またねグダグダ感が